はい、こんばんは、ポップです。FX チャンネル3月11日水曜日、本日も先進国通貨4ペア4通貨の解説から始めていきます。順番はいつも通り米ドル円から始めまして、豪ドル円、ポンド円、 そして、ユーロドルの順番で解説をしていきます。相場の解説の前にですね、今回は3.11東日本大震災から丸9年ということでね、被災され亡くなられた方々のご冥福をお祈りしながらですね、この動画を始めていきたいと思います。よろしければ最後までご視聴ください。それではね、まずは全体の相場観から解説をしていきましょう。いつものサイトをご覧ください。こちらが世界の株価の サイトという形になりまして、まずは昨日のニューヨークマーケットから振り返っていきましょう。昨日,昨日のニューヨークマーケット、ニューヨークダウは大幅に上がりまして、前日比プラス1167ドル、終わり値で2万5000飛び18ドルということでね、5%弱の上昇ということでね、この要因としましては、トランプ大統領が大きな減税を、ね、掲げたというところを、ね、交換しまして、ダウの方は大きく上げたというところでございます。 しかしながらね、その流れを引き継ぎたい東京マーケットでしたが、今日は日経平均下がっております。前日比マイナス451円、終わり値で19,416円ということでね、2.27%の下げということで、アメリカマーケット、アメリカのニューヨークダウンのね、こちらの流れ、いい流れを引き継ぐことはできなかったというところでございます。 そして、もっかね、ヨーロッパ時間に移っておりますが、ヨーロッパマーケットの株式市場もですね、まあ、寄り付き天井という形で、えー、寄り付きはね、非常に高かったところから、徐々にね、時間の経過とと,ともに、えー、上がっているところを失っているという形でございます。今後のね、アメリカマーケット、バトンタッチしますが、そちらをね、えー、見ながらまた見ていきましょう。そして、気になるところですね。 原油と10年もの国債利回りですね。こちらはほぼ変わらずというような形でございます。まあ、こういったところもね、注目しながら動画の解説をしていきたいと思います。それとですね、今しがたですね、アメリカの重要な指標がございました。消費者物価指数、いわゆる CPI と言われるものでございますが、こちらをご覧いただきましょう。 3月11日水曜日ですのでね、21時30分から消費者物価指数の発表がありました。予想に対してこちら結果が右側というところでございますが、ほぼほぼ、ね、予想通りということで、2月は、ね、大きな影響は、ね、コロナウイルス関係も特になかったかなと思いますが、こういった経済指標がじわじわとダメージが来るのがです、ね、来月以降の発表、いわゆる3月からの経済指標は、ね、少しずつ悪くなっていくんじゃないかなというところで、ね、そこでまた下押しする場面も見られています。 くるかもというところでございますのでこういった経済指標もね、えー、しっかり見ていきましょうというところでございますはい、えー、それではね前置き長くなりましたが、えー、チャートの方に移っていきましょう、えー、まずはドル円相場15分足約1日の時間軸のチャートをご覧ください 結論はですね、ほぼほぼ同じ位置に戻ってきているというところでございますが、まあ、ボラティリティの高さから、ですね、昨日の動画解説のタイミングでは、ですね、だたい104円から105円の間というところを位置しておりましたが、まあ、高いところではです、ね、105円を超える場面もありましたが、安いところでは104円を割り込むというところもありました。まあ、これは単純に、ね、ボラティリティが高いというところでございますので、最終的には104円50銭ぐらいに、ね、収束し始めているという状況が見て取れるかなと思います。 Yeah. <laughs> 昨日の、ね、推奨トレードに関しましては、まあ、105円付近でショートを取りながら104円付近でロングを取りましょうという、ねえー、推奨トレードを出させていただき,いただきましたが、まあ、変なところで、ね、損切りをしたいなければ儲かる場面はそこそこあったんじゃないかなという状況でございます結局はニューヨークマーケットは大きく上がったんですがドルの方は、ね、そこまで大きくまあ一旦は、ね、下げるという中から上がってきたというところでございますが東京マーケットは下げてしまいましたので そしてヨーロッパマーケット、ね、寄り付きは高かったものの、徐々に、ね、値を下げているというところから、為替の方もね小動きになってきまして、今は104円64銭ということでね、ねほぼほぼ昨日と同じ位置ぐらいかなというところでございます。 これをね、60分足でご覧いただきますと、今までね、下落トレンドで推移していました移動平均線が、今回反発することによってですね、一旦102円を割り込んだところが、当面の底となりまして、そこからね、反発しまして、移動平均線を右肩上がりに変えたというところでございます。ただね、昨日ぐらいからですね、徐々に移動平均線の角度が横に寝てくるような形になりまして、上,上昇局面ではね、やっぱり移動平均線のサポートを受けながら、移動平均 金銭線の上側に平均足のチャートが位置するという形でございましたが、やはり移動平均線が横に寝てきますと、レンジ相場ということでね、移動平均線を挟みながら、ボリンジャーバンドの上限と下限を行ったり来たりするような相場になっているというところでございます。今日もね、LINE の方で推奨トレードの方を発表させていただきますが、特にね、 これから大事な経済指標というのは、えー、なかなか出てこないかなと思いますので、まあ、上方向はね、この60分足ベースで見ますと、106円を少し割り込んだところからね、ショートを組みながら、下方向はね、104円前後、少し割り込んだところでね、ロングを組んでいただくという形で、ちょうどこの60分足のボリンジャーバンドの上限をね、意識したようなトレードをしていただくのがよろしいかなと思います。よってですね、ボリンジャーバンドにタッチして、要線から陰線 またボリンジャーバンドの加減に関しては陰線が、ね、タッチしてから要線に切り替わったタイミングでショートとロングを組んでいただくこういった戦略でよろしいかと思いますので参考にしてくださいそして4時間足も見てみましょうすごい、えー、少々、ね、長めの目線で見てみますと今移動平均線を平均足のチャートが1 は超えてきたとといいうところでございます、えー、ただね、106円で明確にレジスタンスを食らってしまったというところからですね、まあ、一気にね、上方向に行くでもなく、下方向に行くでもなく、少しばかりは先ほどお話ししたレンジの中をうろうろするんじゃないかというところでございます。そして個人的にはですね、えー、まあ来週ですかね、えー、来週にアメリカの FOMC、こちらの発表がございますが、まあ、そこに行くまでにですね、 一旦102円のトライは出てくるかなと思いますので少しばかりレンジ相場を経験した後にですね、えー、まあもう一回102円を目指す展開はあろうかと思います、まあ、しかしながらねちょっと中長期的な予想してもしょうがないものですから、まあ、今回はねしっかりと一日一日マーケットを見ながらですね今は今日のところはですねレンジ相場を意識して先ほどの60分足のボリンジャーバンドの上限と下限でショートとロングというスタンスでよろしいかと思いますので皆さんのトレードの参考にしていただければと思います はい、えー。以上で米ドル円を終わりまして、続いて5ドル円見ていきましょう。はい。えーまあ、パッとね、えー、ご覧いただきますと、えー、5ドル円もほぼ米ドル円と同じような動きで、結局は、えー、昨日の動画解説のタイミングと同じような、えー、価格帯というところでございます。 昨日のタイミングではね、68円と69円の間ぐらいに動画の解説をさせていただきました。それからね、低いところでは67円付近まで下がる場面もありましたが、まあ、上げの局面ではですね、69円の少し手前、前回の高値よりか少し下のところでね、レジスタンスを食らっているという形で、結局はこちらもね、ボラティリティが高いながらも、レンジ相場を形成しているというところが昨日の動きでございます。 これをね、60分足で見てみますと、5ドル円の方はね、少し前からもう移動平均線が完全に横に寝ているというところでございます、えー。ベイドルに関してはね、少し最近になって横に寝てきたという形ですが、5ドルは一足早くレンジ相場に突入していたというところでございます。となりますとね、移動平均線を挟みながら、ボリンジャーバンドの上限と下限をね、まあ、行ったり来たりするような形になりまして、まあ、こちらね、最終的には上は69円、下は67円ですね。 こちらを抜けた方向に大きくねトレンドが出ていくんじゃないかなというところでございます。もちろん、ね、ベ米ドル円が下に行くという予想をしておりますので、まあ、そうなればね5ドル円の方もいつかは下に行く可能性はありますがそれがね FOMC までに起こるかどうかもしくはねその FOMC のタイミングで起こるかそういったところをね注目しながらあくまでもベイドル円の動きを見ながらですね5ドル円の方は判断をいただければという形でございます。 えそしてこちらも4時間足見てみましょうはい、えー、こちらのね4時間足はちょうど移動平均線と平均足のチャートが、えー、タッチしているというところでございます まあその影響を受けましてね、えー、まあ親ひげした引きが長く出ておりますが、少しばかり下方向にね、えー、圧力が出てくるんじゃないかなというのが、えー、この4時間足の移動平均線を見ればわかるところでございます。よってですね、今は下げのターンとなっておりますが、まあ、67円まで下がるかどうかは別としまして、一旦はね68円を割り込む場面は出てくるかなと思います。 えー、ということでね、67円、68円をね、割り込んでから、また再度反発のタイミング、60分足で戻していきますと、68円を割り込んでね、67円50銭ぐらいにボリンジャーバンドの加減がございますので、このあたりで陰線から陽線に切り替わるタイミングですね。こういったところでロングを組んでいただきつつ、上方向に関しては、69円の少し下にボリンジャーバンドの上限が位置しておりますので、このあたりでね、陽線から陰線に切り替わるというタイミングで、 ショートを取っていいいいただくととう形でよろしいかと思います、えー、もちろんね、その数字になったからといってショートロングを組むのではなくて、しっかりとトレンドが転換したところを見る、具体的には、えー、こちらは要線から陰線、下の方向は陰線から要線ですね、えー、それを確認してからインをしていただくという形でよろしいかと思います、えー。やっぱりね、レンジブレイクする可能性もありますので、えー、むやみにね、タッチしたからといってショートロングを組んでしまいますと、一気にね、えー、上がったり下がったりするケースもございますので、そういったところを 防ぐためにもですねトレンド転換を確認してからのポジション取りというところを心がけていただければと思いますはい以上でゴードル円を終わります続いてポンド円を見ていきましょうはい、えー、ポンド円もね結論は米ドル円ゴードル円と同じように、えー、ほぼね昨日の、えー、ところ百三十六円ぐらいからまあ行ったり来たりという状況でございます ただ一つね、ファンダメンタル的なニュースがございまして、えー、こちらのね、イギリスが緊急利下げをしましたので、まあ、それによってね、下方向に進んでいくかなというところがあったんですが、まあ、大きくは崩れていない。要は、マーケットが折り込んでいたという状況でございます。えー、ただね、高いところから安いところね、見ていただきますと、まあ、3円ぐらいの価格差がありますし、この高値と安値が徐々にね、狭まってきているというところからですね、もう少し力を貯めた後に、どちらかの方向にブレイクしていくというのがね、 え見て取れますので、まあ、そういったところではね、えー、もう少しポンドの方は見送っておいた方がよろしいかなというところでございます。 そして、60分足ね、下落トレンドから上昇トレンド、そして利下げの影響もありましたので、若干ね、移動平均線は60分足ベースで右下下がりというところでございます。ただね、まだトレンドを作るには至っておりませんので、基本的にはボリンジャーバンドの上限と下限を意識しながらね、トレードをしていただければと思いますので、ボリンジャーバンドの上限が136円30銭ぐらい。 あと、えー、ボリンジャーバンドの加減がですね、134円50銭ぐらいというところですので、まあ、このあたりに、ね、タッチしてから、えー、こちらも要線から陰した方向は陰線から要線に、えー、トレンド転換したときに、各々のポジションを取りましょうという形でございます。えー、全く5ドル円と同じことが言えるという形ですね。えー、そして4時間足ご覧いただきましょう。 はいえー、少しね、ヒ、え、ゲ、ー、が出ておりまして、汚いようなチャートになっておりますので、基本的にはボラティリティの高い、えーえー、ポンド円の方はトリ、トレードは、ね、控えていただいて、どちらかといえばゴードル円やベイドル円、こちらを見ていただいた方がよろしいかなと思いますが、ただね、やっぱりポンドも、えー、一定量ね、えー、好きな方もいらっしゃると思いますので、えー、そのあたりはね、先ほどお話し,しました60分足ベースのボリンジャーバンドの上限と下限を意識していただければと思います。えー、ただね、長い目線で見ますと、まだまだ移動平均線というのは は右下下がりが続いているというところとこの移動平均線の下側にね平均足のチャートが位置しているというところであれば、まあ、どちらかというとね下がったところをロングというところよりも吹き上がったところでショートを組んだ方が効率がよろしいかと思いますので、まあ、その辺りはねロングよりもショートが優勢ということを若干ね、ね心に留めながらトレードをしていただければと思います。 ということでね136円超えてきたところぐらいでねトレンド転換しましたらショートを組むというところをね重点に置いて考えてトレードをしていただければと思いますので参考にしてくださいはい以上でポンド円を終わります最後にユーロドルこちらを見て終わりにしましょうはい、ユーロドルの方は若 ユーロ安といいいう状況ででが続いている形でございます昨日のね、動画解説のタイミングでは、1.14からですね、1.1350、この間をうろうろしていたというところでございます。推奨トレードの方ではね、どちらかといえばショート目線というお話をしておりましたが、1.14を背中に向けてショートということであればですね、しっかりと一旦は下方向に下っていっていただいたかなというところはね、方向性としては間違ってなかったかなというところでございます。ただね、 1.13を明確に割り込んだところですね、東京マーケットが始まってからですね、徐々に買い戻しが入りまして、ほぼほぼね、昨日の相場の行ってこいという形で、元の位置に戻ったというところでございます。そしてヨーロッパマーケットでね、一旦沈むも沈むもののですね、再度また1.1350に近づいてきたということで、どうやらね、こちらもレンジ相場で1.1350からプラスマイナス50ピプスぐらいの間を推移するんじゃないかというのがね、15分 足から読み取れるところでございますそしてそれをね時間軸伸ばして60分足ご覧いただきますと こちらもですね移動平均線が右肩上がりの上昇相場がかなりね1.08から1.15ぐらいまでね、えー、続いてきたというところでございますが、まあ、ここにきましてね移動平均線を割り込んでしまって移動平均線が右肩上がりから右下下がりに転換してしまったというところでございますそして、下げトレンドがね移動平均線右下下がりと平均足のチャートがその下側ですので移動平均線 すませんこちらの下げトレンドをね終わって1.13で反発したところではですね少し移動平均線が横ばいになってきましたのでこちらもねまたボリンジャーバンドの上限と下限を意識しながらのレンジ相場が続くかなと思いますすなわちね1.1350このあたりをねちょうど中間地点としましてプラスマイナス50ピプスぐらいが大枠ね誤りではないかなと思いますのでそこのね重要な節目をね意識しながらトレードをしていただけます。 といいう形でございますもう少し長い目線で、えー、全体感を見てみますと4時間足です。 こちらもね移動平均線がかなり大きな具合でね右肩上がりに上がってきておりますが今回ね明確に反発が入るというところよりもこの下げに対してですね移動平均線とタッチした時に少し反発が弱いという形でございますということはね強烈な反発があればですね再度1.15をね狙ってさらに上に行くという可能性はございましたがあまりにもこの下落から反発が弱いということであればねやはり先ほどお話ししたとおり少し レンジ相場が続くいわゆる右肩上がりの移動平均線が横ばいになりましてその移動平均線を挟みながらの、えー、プラスマイナス50ピプスという形になろうかと思いますまあそしてね、えー、少し相場で休みながらですね次のトレンドが出た時の初動をね、えー、逃さないようにしっかりとね、えー、私も解説をしていきたいと思いますので、えー、皆さんもね、えー、引き続きご覧いただければと思います はい、えー。以上でね、先進国通貨4ペア4通貨の解説を以上といたします。えー、今日もね、えー、この動画が役になった、えー、参考になったという方はね、えー、ちょっとお手間かけますが、えー、ワンクリックね、いいねボタンを押していただくというところとですね、えー、チャンネル登録、ツイッターのフォロー、こちらもね、えー、非常に多く、ね、いただいておりますので、まだ、えー、チャンネル登録や、えー、ツイッターのフォローを、ね、されてない方は、ぜひ、えー、登録の方よろしくお願いしたいと思います。はい。えー、今日は以上でございます。えー、今日も一日お仕事とトレードお疲れ様でした。バイバイ。